ますが、ザルコは最後ちょっとタイムが伸び悩みました。6番手セクターワンツースリーとザルコは最速タイムをマークしてみたんですが、最後でちょっとさあ、そしてマルク・マルケスが今アタックラップの2回目に入っています。まあ、サーキットポールレコードからするとその、43秒台というのがあるんですけれども、コーナー立ち上がってくる。そしてダニペドロサバピットに入りました。ダニペドロサバピットに入るマルク・マルケスの2回目のアタックはコントロールラインを通過したが、2番手に持ってきた。